こんにちは、テンバーアカデミー堀秀です今日はねオーストラリアのスーパーで買い物する時の注意点ともしもねオーストラリア行って買い物することがあればまあ注意した方がいいことそしてねオーストラリアに行く予定はなくても、えー、なるほどオーストラリアの人ってねおおらかというかせこ、えーまあ、くないというかね、えー、適当というかその辺のことをニュアンスが伝わるかなと思ってちょっとシェアさせていただきます。 まず日本のスーパーとの、ね、3つの相違点。1番、えー、手前に新しいものを置くと。どういうことかというと、日本だとね、大抵この棚の一番前に、まあ、古いものがあって、新しいものは奥から補充するとかね、あるいは、えー、今、気の利いた、まあ、棚はね、後ろから補充するというような形になってるんでね、まあ、普通に手前から取ると、まあえー、古いもの。 まあ古いったって日本のものはね、賞味期限間近とかっていうのは捨ててますんでね、問題ないんですけど、えー、オーストラリアの場合は、ね、手前に新しいものを置いてきます。なぜならその補充が簡単だから。多分ね、マニュアル的には、ね、奥から置けとか書いたんでしょうけど、まあ、マニュアルに書こうか何しようがめんどくさいことは基本的にオーストラリアの人やりませんのでね、簡単にできる手前から置くという形で置いてきます。 だからね日本の調子で奥から物を取ると下手すると賞味期限切れの商品とか平気でありますんでね、えー、棚が、えーまあ、手前から新しいものを置いていくというのがねデフォルトですで2番冷凍食品がどけでも気にしないと、ねえー、これ冷凍食品の、ね、事例はちょっと問えなかったんですけど店内ねこういうふうにね、えー、ゴミとか 他の棚から持ってきてやっぱ買うのやめたって言ったもんとかねあるいは選んでて置いてねそのままね忘れて置いていっちゃったのかジュースどれにしようかななんて言ってね買おうと思ってた冷凍食品この辺に置いてジュース選んだらジュースだけ持って満足していっちゃうとかあるいはね子供が食べてたポップコーンとかね花かんだゴミとかもう何しろ、えー、と適当なもんがいろいろね棚とか床に置いてあります怒っ,ってますでね 当然、そういったものの中では、アイスや冷凍食品なんかも置いてあるんでね、その旦那に置いてあるえアイスや冷凍食品、たまーに、しょうがねえな、点でね、売ってる場所に戻しちゃったりしますね、店員がね。あと、店員自身がね、何しろ、アイスや冷凍食品の補充の場合ね、いや、なんでその補充でそんな呪い金というぐらいの感じでね、しかもくっちゃぶりながら、下手すると1時間近くね、 アイスや冷凍食品のケースを開けっぱなしで補充作業してます。で、お客さんもね、お客さんで、えー、バタンっていうドアはね、まあ、大抵ね、手離すと閉まる形になってるんですけど、スライド式のドアなんかはね、えー、そのまま開けてみて買って、そのまま開けっぱなしで行っちゃう人とかね、これ普通にいますからね、冷凍食品は、まあ、結構普通に溶けてます。だからアイスなんてね えこう中深く霜ついてないかなとか中深くして買わないとね一回溶けてまずいアイスを買うはめになりますからねまあ基本的にはえこの冷凍食品アイスなど冷凍食品っていうのはあんまりスーパーじゃん買わない方がいいんじゃねえのという感じですねオーストラリアの場合はで卵ね卵割れても気にしないね もう、店 <laughs> 員の補充の段階でね、いや、その置き方だとあんた割れるでしょうっていう感じのね、ポンポンぶん投げてるやつとかいますね。割れるものを投げれば割れるという、その当然のことを気にしないのか、あるいはなんか不適されてやってるのか、まあ、よくわかりませんけど、まあ、かなり高い確率で割れてます。というかね、えー、おそらくね、割れてるケースの方が多いんで、中身見ないで買うと普通割れてるのを買うことになりますね。 えー、10個並んでたらね、えー、7個は割れてるとかあるいは手前の方はね、えー、中身を見て割れてるなって言ってやめたのが重ねてあるんでなお,からなおさら割れたのばっかりってことになるんかもしれないですけど割れてますでね、えー、1個割れてんならまだしも、えー、これねひどい時は5個割れてるとかね5個以上見,見,見たことないんですけどね理論的にはあの置き方したりね店、えーえー、員がね 店員がってか、えー、買い物客がね、割れてんじゃんってボンってぶん投げたりしたのは、全部割れてる可能性すらあるんで、まあ、卵は必ずこれ中身で買わないと危険ですね、えー。個人商店みたいとかいいんですけど、スーパーはすごい割れてます。で、割れてる、卵割れてるって言ってね、金返せっていいやつはね、見たことないですね。ああ、しょうがねえな、割れてんの買っちゃったよって済ましますしね。卵も日本見たく安くないですね。これ1パック10ドルとかしますからね。えー 10ドル、だから5個割れたら5ドルの損害ですけど、まあ、5ドルの損害で怒鳴り込んでるやつとか見たことないんでね、まあ、えー、割と、まあ、しゃあないねって感じで、えー、アイスは溶けてる、冷凍食品は溶けてる、ね、卵は割れてる、ねえー、ゴミは置いてあるというようなね、買い物しててね、笑えるぐらいの雰囲気っていうのは、まあ、オーストラリアのデフォルトだなというのをね、えー、まあ9ヶ月ぶりに。 こっち来て思いました住んでればね慣れて当たり前のことなんですけど日本から来るとこのギャップがすごいんでね、まあ、その辺のことはまた気づいたのがあればシェアしたいと思いますけどなしろオーストラリアのスーパーで買い物する時は要注意そしてね賞味期限切れてたとか卵割れてたとか冷凍食品一回溶けてたじゃんとかいうのでね、えー、割と具合悪くなってることはあってもまあ せいぜい何ドルだからとかせいぜい10ドルぐらいの10ドル以下の損害ですよね大抵はねだからね、えー、まああんまり文句言ってるやつも見たことないと、まあ、日本だとたまにねちくちく文句言ってる人とか見ますけどあんまオーストラリアだとね見たことないですねまあそんな感じでおおらかで適当というのがねオーストラリアの特徴なんですけどスーパーでもその特徴を見ることができますのでね幸せしていただきました 以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。